やな。上行け。さすがだな。ほとんど飛んだ。何撮ってんだよ。鹿の足っこだらけだな。新しい区はね、けどあっちに新しそうなのがありそうだな。そうでもないな。そうでもないけどめっちゃ撮ってんな。怒られちゃう。出てきたな、ずいぶん。おはようございます。ごめんください。あ、おはようございます。なんかかかったって。入っちゃっていいですか？あ、じゃ、失礼します。じゃあ、失礼します。うん、ちょっとお邪魔します。家の中でかかると思わなかったな。家の中でかかると思わなかったな。3匹。そんなにいたんだ。うん、これで帰ってこなきゃいいけどね。え、これで帰ってこなきゃいいですけどね。取っちゃったから来ねえよ。うん、じゃあ穴塞いだったから。ああ、そうね。外から入ってくる穴も防げた。あの、ちょっとんべえな。本当の空き間なんだな。ああ、そう、本当にね、昔のビデオテープの隙間ぐらいあればね、うん、入ってきちゃう。ほんと、あんなモコモコしてんのにね、すごいんだよ。入るときは吸い込まれるように。この辺の上は、ね、あ、ほんとだ。俺、こん中やるんだ。戸棚の中。あ、この辺のみんな、あ、おはようございます。おはようございます。かじっちゃった。あ、ほんとよね。始末が悪いんだよね。あらさ。あれ、あ、あ、すいません。あ、置いた。そう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 。マスクしてっからね。一応今。コロナなんで。この上張り切れてもあった。大工さんにね。ゴミで、ゴミがすごい。あ、穴開けたりさ、俺も笑われちゃうけどさ、自分家の会社のさ、上入られちゃった。6つ取ったよ俺。6つ。上に子供がさ、親が1匹さ連れてっちゃったんだけどさ、こうまだよちよちだった。いや、かわいそうだけど、でもこれはほっとけねえしなと思って。いや、
一匹ね、逃げちゃったんて。いないって思ったんだよ。加えてっちゃったんじゃない。一匹取ってね、こっちから出ようと思ったら出られなくて、こっちとこっちの隅に逃げてたんだよな。ほんで一匹は逃げ出したんだけど、一匹残っちゃってダメね。あ、そうなんだ。運動会したかんのやつらね。入ってく、あ、ほんとだ。失礼します。うん、あ、それの専門だから大丈夫。これはでもあれだぞ、アライグマじゃねえな。ほら、でもまだいたんだ。うん、持ってっちゃいます。どうする、また置く、置いとく、それとも、もう来ればわかるから。うん、それじゃあまた言ってくれれば来ますよ。俺毎日イノシシとシカが取れちゃってさ。あ、取れてるんだ。恐ろしいよ。昨日も80キロイノシシで、その前なんか3日連続100キロ超えのイノシシカがかかっちゃって、もう肉なんかみんなさ、もらわねえから大変よ。これも持ってっちゃいますから。ゴソ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 してさ、なんか狙いにやだいね。うちに俺もう入られたことあるから嫌なのわかるけどさ、ずいぶんでも珍しい。じゃあ お邪魔しました。じゃあすいません、失礼します。はい、じゃあまた何かあったら連絡ください。はい、失礼します。まあ、とりあえず持ってきます。じゃあ、うん、すいません。はい、うん、鹿はうんと取れてるよ。じゃない、うちじゃないって、そっちじゃないって、そうだ、やな、上行け、上行け、すがだな。飛ぶかな、飛ばないか。あんな浮いちゃった。飛んだ飛んだ。じゃあな、頑張れよ。帰ってきちゃダメだぞ。